はい、こんにちは。今日はね、駄菓子屋さんにね、お菓子の仕入れに来てるんですけどね、お菓子以外にもいろんなもの売ってるんですよ。でもね、あんまりね、うちの店でこう可愛らしいもの買ってもね、あんまり売れないことがあるんで、一応こういうのあるんだよっていうのだけ紹介しといて、もしこれ欲しいっていうのがあったら次来た時仕入れるよね。こういうのんびりシールコレクションな、これリラックマかな。はい、これリラックマ、これ30円かな、1個な。あとは何これ、あ、来た、プリキュアシールコレクション2。これプリキュア好きな、なんだっけ、キララとかが喜ぶんじゃないのかな。へえ。あとはなんだ、あ、これ知ってる、なんだっけ、キキララ、うん、サンリオコレクション、シールコレクション、サンリオキャラクターがいた、いっぱい。知らないな、知らない人、あ、でもあれだ、ナナノノちゃんのアイコンのやつがある、なんか知らないけど、うん、あるある。あとはもう一つ、次はね、これシールコレクション、これ知ってるよ、ツムツムだよ、ツムツム、ツムツムのキャラクターのシールコレクションだって。これも30円かな。みんなこの辺は30円なのかな。あとは何これ、ミニオン大脱走、全部30円な、あ、そうなんだ、ありがとうございます。全部30円なんだ。はい、ミニオンさんの、え、男の20円、え、あ、これね、あ、これねありがとうございます。男どもはね、そう、あれ、これ30円、あ、20円ね、そうです、今これ安いよえ、昔はでも AKB とかガンガン売れてましたよね。そうそう、売れてた、うん、全然、あれ、今女の子いないじゃないですか。いない、いないんだ、みんな年取ってる。そうなのそういうことなのかな。もうみんな25、6歳でしょ。あー、若い、若い。え、じゃあ男はこれ誰なの、これ、これ知らねえんだ、レミ誰、これこいつら誰、キズマイじゃね、それはキズマイ、あ、キズマイか。え、名前が全員平成ジャンプとかいない、いない、いないんだ。エグザイル、これ、あ、いるじゃん、平ちゃん、これ平ちゃん、これだ、これ。へぇ、キスマイとかいろんなあるんだ。いや、わかんねえ、昔あれなんだけどな、ちょっとな、うん、わかんないですよね、俺もわかんねえ。そう、こういうブロマイドくじみたいなのも昔は結構売ったんですけどね。あ、そうですね。モーニング娘。の頃はよく売った、すげえ古いね、すごかったですよね。そう、後藤真希の頃に亡くなる年中電話かかってましたね、やっぱりな。そうそう、懐かしいな。あ、こっちにもまたね、30円のくじありますよ。これはなんだ、これは、僕のヒーローファンアカデミア、あれか、ジャンプの連載してるやつだ。あとなんだこれは、これはプロフィールカード、これも30円なんだね、すごい。あとは、あ、仮面ライダービルド、これもね、これもな、仮面ライダーファンがもうちょっといたらな。はい、あとはこれもドラゴンボールシール列伝、すげえキラキラしてる、悟空ブラック、いろいろありますね。そしてこれが、なんだこれ、あ、これだ、スプラトゥーン2だね、いろんなのあるね。で、これが、なんだ、さっきだね、小さなプリンセスソフィア、ブラックサンドさん、すごい、ソフィア知ってる、レミさん。あとは、シールコレクション、すごい、なんだこれ、これなんだろうな、スナックワールド、よくわかんない。あ、カービィだ、カービィはもう単品でこういう束があるんだね。はい、とまあそんな感じでですね、いろんなおもちゃみたいなものも売ってるんですよ。こういう、なんだろうな、こういう、あ、レミさんだ、こんにちは、おはようございます。はい、で、こういう、おもちゃも売ってるんですけどね、こういうのはもうちょっと充実すると本当に駄菓子屋っぽくなるんだけどな。うん、まあ、いずれはこういうのも、徐々にね、増やしていきたいと思ってます。はい、では、お疲れ様です。